あ、全然違う。運転してても楽しい車がいいなって、はい、運転したくなるような。どうも皆さんこんにちは、モーターチャンネルのガキです。今回はですね、こちら関東にある某スタジオからお届けしております。そして今回ご紹介する車ですね、こちらです。ダイレクトカーズさんがこの2月2日幕張で行われるジャパンキャンピングカーショーで初お披露目となる車をですね、いち早く皆さんにお届けしたいと思います。さらにはですね、そのジャパンキャンピングカーショーで実はダイレクトカーズさんが新作もお届けするということで聞いてますんで、そのイベント情報も皆さんお届けしていきたいと思いますんで、ぜひ最後までご覧ください。はい、ということで毎度おなじみですね、ダイレクトカーズの桃田社長です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回の新作のこのハイエース、こちらコンセプトと社名聞いてもいいでしょうか。はい、リトリートプレミアムって言って、はい、うちであのバンライフ的な機能ハイエースのシリーズがたくさんあるんですけど、はい、大人気なんですね。そこでの一番最高作になります。じゃあダイレクトカーズさんの技術が全部詰まってるような、はい、詰まったタイプになります。そして今回新しい取り組みもちょっと、はい、あるということなので、はい、早速外装から、はい、はい、やりたいと思いますので、今日も一日よろしくお願いします。はい、ということでモーさん、はい、早速フロント周りからご紹介してもらいたいんですけど、はい、フロントはもうフェイスチェンジがそうです、ゴソッと変えて、はい、ボンネットも変わってます。あ、ここから全部変わってる。ここから全部です。通常大体フェイスチェンジでボンネットはそのままで、はい、グリルとライトだけっていうのが多いと思うんですけど、うちの場合はここから綺麗に変わってる。ごっそりと、ここの面もきっちり合ってますから、はい、このフェンダーって言われる、はい、もう変えてます。変わってるんですね。変わってます。そして下まで全部全部丸ごと一式。バンパーもですね。バンパーももちろん。そう、カメラですね。そうです。これは全方位というか、そうですね、フロントカメラになりますね。まあ、結構大きくて、あの運転怖いよっていう女性の方も多いですし、はい、クリアマンソナーも使えたりするんですか。もう大丈夫です。問題ないです。生きてる。はい、生きてますね。まあ、それもちゃんと残してね、カスタムされてますんで、はい、ダイレクトカーズさん、これいわゆるなんですか、こう昔のバンというか、はい、アメ車風60年代70年代の、はい、いわゆるそのシボレーとかで、そのシェビーバンとか、はい、とかああいうのをイメージして作りました。じゃ令和に蘇らせたカスタムで、はい、まあ、でもこのトヨタロゴとかもすごいやっぱり人気ですしね、はい、そうですね。あの元々は去年の2月の時はこのトヨタロゴはなかったんですけど、今年から、はい、あのオートサロンでトヨタロゴつけてこれで販売していこうという。そうか、前はここの辺の確かにバンパーとかはあったんですけど、あったんですけど、ってことですね、はい、じゃあこれもオプションも増えてます、はい、これはまあダイレクトカーズさんの車であれば全部いけます、はい、いける仕様でやってくれるということですね、はい、今回ご紹介するお車以外でも買っちゃったよって方はできますんで、だけでもご検討ください。続きまして、じゃあサイドいきますか。はい、はい、いやでもこの辺のなんかこうバンに落とし込んだ感じがいいですね。基本はあのキャンパー特装、はい、スーパーロングですね。はい、ベース車がスーパーロング、キャンピングカーの特設車両になります。これあれですよね、確かキャンピングカー屋さんしか下ろせない。そうですね、あの一般の方が買うっていうのはなかなか難しいと思います。すごく大きくて、まあ、グランドキャビンとかよりも、サイズは一緒ですね。あ、サイズボディ自体は一緒なんですけど、中がもう最初からキャンピングカーでカスタムできるようなシートレスで全部来ます。なるほど。なので、まあ、いわゆるそのグランドキャビンベースでカスタムするよりも少しお買い得お得ですね、にお金かけられる、はい、っていうところがありますんで、そしてサイドですね、サイドマーカーとかもすごいいいですね、はい、やっぱりあのめちゃめちゃいいと思います。渋い位置にありますんで、はい、全体のあとカラーリングですよ。そうですね、一応カラーリングこれもオプションですけど、はい、4V6 って言ってトヨタカラーのそのカラーでパールとこのツートン下だけこれ塗装しました、うんうんうん、これランクル70とかも一緒です。色です、ね、70とか昔の FJ クルーザーとかですね、はい、その辺の色ですね。あと今回のハイエースのアースカラーもこれが出てきます。出てきてると、いわゆるなんかニューレトロとか最近いますよね。言いますよね、はい、流行ってますよね。そこのツートンカラーを楽しみながら足回りですよ。はい、足回りはこちらですね、ダイレクトカーズさんの、はい、これはねちょっとうちのホイールじゃないんですよ。たまたまメーカーさんからご協賛ちょっと今回いただきまして、はい、そこに東洋の、はい、オープンカントリーをセットした感じですね。いや、このブロックタイヤが流行ってますよね。これも入るもうオープンカントリーの年だったんじゃないかっていうぐらいもうみんなこれになってます、ね、はい、今大人気と。そしてサイドで言うと、はい、これもノーマルです。ノーマルなんですね。はい、4駆なんで一応こういう風になってます。基本的にはもうノーマルです。ありがとうございます。まあ、リトリートの、ね、デカールも貼ってあって、はい、じゃあちょっと一気に後ろ行っちゃいますか。もう外装あとはもう基本的にはもうノーマル仕様になってます。こ こ, この穴埋めとかですかね。いやもうそれ元々です。あ、元々なんです、ね、元々です。外装は、こういった形でもうなってる。はい。後ろまで来ちゃいまして、はい、今回注目はもう一番売りはオプションなんですけど、はい、もう中なんです。先に行きましょうか。はい、あのいつもは運転席助手席カスタムあんまりしてないんですけど、もうこちらですよ。これ見てください。この高級感フェラーリみたいです。サ
サイドのこの質感伝わるかな。これがレザーで、はい、これ XN っていうのかな。もうなんかアルカンターラよりもさらに上のやつですね。で、あとここは転写してます。あ、転写なんですね。転写です、それ。綺麗に作り込まれてます。だってこの辺のスティッチとかももうダブルステッチで、はい、縫われてて、スピーカーのだってここですよ、穴まで。細かいですけど、この技術力というか。あとステアリング見てください、はい、これも純正をあえて加工してやってます。これ変えたわけじゃなくて。変えじゃないんです、純正をそのまま改造してるんですよ。あ、じゃあその縫い付けてというか。そうです、そうです。普通ここは残りますもんね、はい、この色にならないですもんね。ダッシュもダブルステッチでずらっと。なんかフェラーリとかなんかシボレーのコルベットとかでありそうな内装で、まずシートカバーで足元も、はい、キックガードというかフロアマットと一緒に使っていただけるような内容になって、センターコンソールももう一通りですね。もうてか全部ですね。もう基本全部ですね、まあ、通常だとここ黒とか灰色とかで、はい、足並べてところが全て。もう全て。これハンドメイドとかなんですか。これはもうほぼハンドメイドです、実は職人さんが。だからうちのプラチナインテリアパッケージってオプション設定なんですけど、はい、全部が全部できるわけではないんですけど、今回そのパッケージが新しく作られたと、はい、そうでございます。すごい、中も同じ同系色でまとめられてて、ここまでなかなかしっかりやってるとこ見たことないです ね。これもう初と言ってもいいぐらいですか。初ですね。あの僕正直いつも思ってたのが、ここだけがノーマルで、はい、後ろがいじってるのがキャンピアさんほとんどなんですけど、できたらもう前からごそっといじりたいなっていう風に。運転してても楽しい車がいいなって、はい、運転したくなるような、そんな車をちょっと作りたいなって思ってまして。確かにモーさんも普段から自社のキャンピングカー乗り回してるでしょうから、はい、モーさんのインスピレーションも。そうですね、入って。通常のパネルだけ貼るのは出てます。あのうちもあのパーツでブルームってあるんですけど、ただここまでごっそりやるっていうのはもう特にダッシュはもうないですね。確かにそうですね。この辺とかはなんかこう貼る形で、はい、貼るのはあります。木目のやつあったりしますけど、上のねダッシュボードもやってるのはまずないかなと。一体感になって、だからもうこれ実は全部下ろしてるんですよ。あ、そうなんですか。じゃないとできないです。これ全部下ろします。全部バラして。じゃあちょっと見えないですけど、この裏とかもその縫い合わせて、はい、もう大変です。大変です。これあの伝わるか分かんないですけど、より手込んでますし、はい、この辺のねピラーのところも見てもらいたいですね。はい、質感いいんですよ。レザーというかちょっとアルカンタラに近いより上質な素材を使われてるんで、はい、シートベルトの横のところこの辺とかまで全部変わってますんで、ね、ドライバーさん助手席に座る方の視界は超高級カーに乗ってる。そしてキャンプとお泊まりに行ってもらえたら、はい、ドライブ最高なんじゃないかと、はい、楽しいですね。長距離旅も楽しくなるっていうか、はい、確かにキャンピングカーはやっぱりあの運転する人が後ろ乗りたくなっちゃう問題ありますんで。そうですね、どうしても前がバンとかトラックが多いですからね。そこがやっぱりちょっと変えたいなということで、じゃあ遊び心も加えたいなっていう方はいいんじゃないかなと、はい、そしてこのフロントに負けないぐらい高級な後ろのスペースもありますんで、ちょっとお見せしていきたいと思います。モーターズ、さあ早速中を見ていきたいと思います。皆さんどうぞこちらご覧ください。めちゃくちゃ高級感あります。これやっぱでかいですね。さすがキャンパー特装車。キャンパー特装です。ということで、どこから触れていこうかっていうところなんですけど、まず入り口のところにこれ冷蔵庫になってます。これ冷蔵庫なんですか。冷蔵庫なんですよ、はい、今回うちも初採用したタイプなんですけど。確かにいつものサイズでいうとドンとかありそうですけど、はいはい、飲み物とか確かにここに並べて置いといて、置いとくって感じですね。まあ、お肉とか、はい、その辺もじゃあコンパクトに収納していただけるのがここにあって、はい、これが給排水ですね、はい、入り口に近いのはいいですね、はい、この辺のタンクが出しやすいと思うんです。いやでもさ、ちょっと僕これちょっとかっこいいじゃないですか。これからこれコンセプトというか。なるほど、高級なブランディングでダイレクト開催行くと、はい、いやでもこれめちゃくちゃおしゃれだね。エンブレムがあしらわれていて、そして手前がこちらシンクですね。おしゃれなシンクですよ。なかなかね、普通こうシャワーヘッドだったりするとこもあるんですけど、おしゃれな家庭の、もうキャンピングカーのじゃなくて、はい、自宅とかにあるようなシンクにしました。なんか別荘とかね、高級なご自宅をやりそうなノズルというところと、はい、あとはダイレクトカーズはこのやっぱり電装系強いじゃないですか、はい、去年 DR75 でもちょっと初めて見たんですけど、このタッチパネル式の、はい、これがですね、こういう感じで調光が、これ今エンジン止まってるんですよ。切ってます、はい、切ってて、はい、これでいう感じで、すごいめちゃくちゃ簡単。ここで全部一括で管理できる。一括管理、集中タッチパネルで一括管理してます。これ嬉しいですよね、はい、結構スイッチ関係バラバラなところもあったりするんですけど、はい、ここでできちゃうので、まあ、しかもパネル式ですから、はい、非常に簡単。どうですよ、後ろもライティング今してみた形、もう木のぬくもりがすごい。そしてこのライト、特徴的なこのルーフから聞いていきましょうか。普段結構 LED とかのなんか、そうですね、タッチだったんですけど、今回はもう LED のテープ、調光式のやつをずらっと入れてますんで、もう一回ちょっとじゃあ、テープなんだ、はい、消しというか、あ、いいですね。で、あ、全然違う。しかも左右バラバラでいけるんですね、はい、寝る時も少し、はい、
つけておいてもいいし、明るさもしっかり確保できるんで、はい、まあ、今までダイレクトカーズさんこの横に今あしなわれてるような、はい、ぐるっと、そうですね、はめ板がぐるっとあったんですけど、はい、今回天井だけあえてちょっと変えました。ちょっとおしゃれな建造物にありそうな、インナーがまあブラックで、まあ、ちょっとツートンみたいな形で交互にしてるので、はい、ある意味抜け感もあっておしゃれなルーフですね。これもすごい大変ですよね、これ一個一個組み立てるのうちの職人さん手作りでフロントだけでもすごい大変そうなのにこれもきっちりやってますんで、で、まあ、あとここに電子レンジが入ってます。はい、はい、電子レンジも来てます。電子レンジですね。これあの電池の容量的なところで言うと、リチウムバッテリーが300アンペア、はい、大容量ですね。アッパーボックスで、はい、アッパーボックスもあり、初搭載したのが家庭用エアコン、私もだいたい 12V クーラーが多かったんですけど、今回はダイキンさんの家庭用エアコンを導入しました。これも言ったらその家庭用とかの5畳とか6畳用とかの、はい、もう通常の6畳用のガンガン冷える仕様になってますね。で、まあ、室外機はこの下の方に入れてます。目当ての位置に入ってると、あとこれが実は外れるようになってるんですよ、はい、ちょっとで、ね、椅子になったりとかして、あ、本当ですね。あとここにこういう小物ボックス入れもありますね。まあ調味料ですかね、縦にじゃ 入れて、はい、入れていただければなっていう三段式タイプ。確かに醤油とかその辺とか、ね、あとここの下のボックスですね、ここにもいろいろ入ります。いやでもすごい、ここもね、ここ調理場ですね、はいはい、この間置いて、やっぱ木のね質感がめちゃくちゃやっぱりしっかりしてるんで、はい、このなんかあのグレーのこの色味とツートンっぽくなってて、めちゃくちゃおしゃれですよね、はい、シートはもうこちらのレボシート、はい、レボシートですね、対応になってます。今後ろ向いてますけど、通常乗るときは前向きで、前向きで乗っていただく、はい、ということなんで、これじゃあ定員的には何人ですか？4人乗りです。4人乗り、はい、贅沢ですねちょっと贅沢ですね、完全に贅沢だと。そして就寝も一応これ4人、そうですね、こっちで2人で、はい、であとこっちで2人ですかね。その2段ベッドももう最初からついてる、これももちろん標準です、はい、標準でついてるんだ、すごいですね、はい、こういう感じですね。ここの位置でお二人寝ていただけて、はい、下のこのスペース後でお見せしますが、就寝というかあのその下に荷物置き場もしっかり取れてますんで、はい、あと細かいんですけどこの辺に USB とか 100V のコンセントなどもあります。シガーソケットもあって、はい、ここでじゃあ1個椅子を取り外してテレワークやってもできもできます。でこれも移動しますんで、クーラーもついてますんで、はい、これ FF ヒーターとかも、 FF がオプションになります。オプションになる、はい、ということなんで、まあ、冷暖房も一応できるということで、はい、取り付け可能です。はい、ありがとうございます。めちゃめちゃこの大容量なんですけど、高級なキャンピングカーになりますんで、はいはい、まあ、ちょっとした電装関係も少し触れたいなと思うんですけど、はいはい、こちらこれフリップダウンモニターなんですけど、はい、モニターです。これいいですか、ちょっと、はい、どうぞどうぞどうぞ。これカロッツェリアさんのものを採用されてるようなんですけど、はい、めちゃくちゃでかいですね。これ何インチぐらいですか？これ結構でかいですよね。11か12ぐらい。12なんか以上あるような感じもしますね。うん、まあ、こういうでかいのもあるので、はい、詳細はあのホームページとか、はい、ダイレクトカーズさんが触れていただきたいのと。あとあのこの台座ってはあのうちでオリジナルで作ってますね。オリジナルなの？オリジナルで、はい、作ってる台座です。もう普通だともうここのまま穴埋めな感じなんですけど、はい、もうきっちり角も取られてまとまってますし、はい、前のナビとかの。ナビはオプションなんですけど、はい、この車の上には先ほど言ったように統一感あるんですよね。フロント周りからいじってますんで。そうですね。はい、色もがっちり合ってますもんね。フローティングの大型ナビももちろんオプションで付けられますんで、このフロントからこの質感ですよ。いいですよね。じゃあちょっと僕あのリア側に回って一回開いてみたいと思います。はい。はい、後ろ開いてきました。ベッド展開ここから行きましょうか。これはもう単純に外れるだけなんですよ。まあ足が外せばいろんな荷物が詰めれる感じですね。なるほど。で、まあ、基本常時ベッドがこの上で、下はね、はい、ベッドには確かこれならなかったはずです、うんうん、このままです。物入れですね。結構入りますよこれ。ここにバッテリーとかが確か入ってたんですよね。あ、なるほど。ここにじゃあ300アンペアの、そうです、この辺、はい、バッテリーシステム、そうですね、この辺が全部入ってる、はい、バッテリー関連が、はい、ダイレクトカーズさんの技術が詰まってる。はい、でもこれいいですね。なんかサーフボードとかもガンガン、ありがとうございます、いけちゃいそうな長さなんで、はい、下手したらロングボードも乗るんじゃないかなっていう感じですね。これ外に出して椅子にしてもらってもいいですし、はい、まあ、いわゆるその下の部分でベッド展開で使う、はい、できる、そうですね。これも手作りですか？これも全部手作りです。手作りです。汎用品ありません。なかなかあのビューダーさんがあのオリジナル作ってるともう売ってないんだここで、はい、あとここにボックスがあったりとか。これちょうどいいですね。なんかちょっと大きい、寝た時に携帯置いたりとか、なんかキャンプとか行ってそこにあのスピーカーとか置きたくなるような、はい、じゃちょっとモースあの、はい、下のベッド展開も、はい、承知しました、はい、この流れでお届けしたいと思いますんで。ちょっと寝てみましょうか私が、はい、こんな感じですね。はい、出来上がりました、はい、ももさんちょっと見切れておりますが
もうそのぐらい長さも取れると。下で2人ですね。そうですね。どのぐらいですか？180ぐらい。そうですね、ありますね。しかし2メーターぐらいあるような感じですね。でそして後ろ、ね、こんだけ広いですから、もう大人も十分就寝取れますし、お子さんなんかも全然楽勝かなと思います。ここもすごい凝り用ですね。ここまで統一感を持ってレザーでカバーしていますし、下もダイレクトカーズさん特有のこの高級感のあるフロアもきっちりあしらわれていますんで、怪我しないようにガードもついてますんで安心かなと。なのでもう作りはもうめちゃくちゃこれ最上級という。最上級です、はい、山小屋というよりかはよりなんかさらに基本イメージはやっぱログハウス、ログハウスをイメージで作ったような感じですね。動く高級ログハウスっていう感じで、はいはい、お届けできたらいいんじゃないかなと思いますんで、まあ、あとこれがあの最上級の、はいはい、ヒドリッドシリーズ1番になります、車になりますんで、はい、じゃ最後に価格と納期お聞きしていきたいと思います。モーターズ、はい、ということでモンさん、ここまで今日はありがとうございました。ありがとうございました。高級な内装と渋いフェイスチェンジ、はい、楽しんでもらいたいですね。ありがとうございます。ただあとは毎度のうちに価格と納期確認していきたいと思います、はい、価格いかがでしょうか？価格はですね、どっかテロップに映ります、はい、すみません、毎年かもしれませんけど申し訳ありません。もうキンキンでこれ新作作ってますんで、昨日持ってきました。なので今日明日ぐらいに決まるので、はい、今公開されて皆さんは今見えてると思いますので、はい、テロップでお届けしていきたいなと。あと納期的なところで言うと、大体1年から1年半ぐらい、はい、まあ、もう少し短くなるかな、うん、まあ、そんな感じです。2024年の2月からまだハイエースの受注開始するようなので、はい、新車もですね、その辺もちょっと要相談で確認してもらいたいと思いますし、はい、この車両直近で言うとジャパンキャンピング箇所で、はい、2月2日から2、3、4、5、はい、金土日月が幕張のジャパンキャンピング箇所で展示されます。で2月9日から19日まで、はい、厚木店の方でジャパンキャンピング箇所アンコールフェアをやりますね、うんうん、そちらの方で見れます。もうダイレクトカーズの新作たくさん見れますんで、はい、そしてどうやら2月の2日12時からアンベール式を、毎年これになってきましたね。そうですね、はい、新作 2台アンベール式2台お届けできるということなんで、はい、ジャパンはですね16台展示します。16台16台展示します。なんか毎年増えてますねすごい。でももうより新作ガンガン作ってますし、はい、そのねアンベールされるお車を2月の2日12時にこのモーターズチャンネルでも、はい、ジャパンキャンピングカーショーの現地と同時刻で、はい、やります。動画の方でも、はい、会場に来れない方にはお届けしようと思いますので、はい、新作見たいっていう方はですね、ぜひともチャンネル登録とこちらの動画グッドボタンしてお待ちいただければと思いますんで、はい、これがダイレクトカーさんの最高傑作ということで、ぜひこの高級感現地でも動画でもご確認ください。はい、ということでこの動画いいなと思ってもらったらチャンネル登録とグッドボタン改めてよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。ここまでご視聴いただきありがとうございました。モーターズチャンネルではスポーツカーからキャンピングカー、最新の車にパーツ情報など、車の面白さを伝えるために僕たちが日々走り回っています。あなたの好きな車が出てくるチャンスがいっぱいあるので、ぜひチャンネル登録してください。登録したらベルのマークも忘れずに。